2019明治安田生命 J1 リーグ第34節横浜 F・ マリノス対 SC 東京は3対0で横浜 F・ マリノスが勝利しました。そして横浜 F・ マリノスの2019明治安田生命 J1 リーグ優勝が決定しました。このあと2019明治安田生命 J1 リーグ優勝を決めました横浜 F・ マリノスの栄誉をたたえ表彰式を行います。準備が整うまで今しばらくお待ちください。そしてスタジアムの皆さん、優勝インタビューです。横浜 F・ マリノスアンジェ・ホスピニングルー監督です。おめでとうございます。本当にありがとうございます。優勝しました。お互いに可能性がある中で最後の一戦に勝ち切ってタイトルを手にした気持ちはいかがですか。 Yeah, I'm very proud of the players, very proud of the staff, and, you know, we've got fantastic supporters, and, I'm very happy for everyone. もう選手もそしてスタッフも本当に自分は、ね、誇りに思います。そしてこれだけのたくさんのサポーターの皆様とこうやって、ね、優勝を分かち合えたのが本当に嬉しいです。得失点で有利の中で今日は守る試合はしないとおっしゃってましたが、その通りになってきました。That's about it, because we're the best team we won. That's why we're champions. もう得失点差とそんな関係なく我々が一番なんです。終盤の連勝の要因は何ですか。この、ね、1年間通して本当に選手たちが日々努力した結果が、こうして、ね、いい結果になったと思います。15年ぶりの優勝です。おめでとうございます。Yeah, I know. That's just a special day. I want to celebrate, so thank you very much. ありがとうございました。それだけ待ってくれてたっていうことだと思うので、もう本当にみんなの力で勝ち取った
J リーグ制覇、本当に嬉しいです。15年間待たせたマリノスファンにも一言お願いします。いや本当に苦しい時もあったと思いますけど、もういつも本当に素晴らしいサポートしていただいて本当に力になりましたし、このタイトルは本当にみんなの力で取ったものなので本当におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
勝を決めました横浜 F ・マリノスの栄誉をたたえ表彰式を行います。まずはじめに明治安田生命保険総合会社取締役代表執行役社長根岸表彰を行います。準備が整うまでしばらくお待ちください。の表彰を行います。プレゼンターはサントリー酒類株式会社横浜支店支店長吉野博明様です。サントリープレゼンツマオサマッチの選手はキャプテン木田拓也選手です。木田選手には
Thank you.